はい、水です。今回も、Going with Pearl、楽屋やっていこうと思っています。今回ね、また、オープニング画面からのはなぜかっていうと、このロード画面に、そう、このどのデータはバージョン何点何であるみたいなのが全部出るようになってて、わかりやすくなったなというところで、今、0.8.19。で、そう、前回までのはね、実はね、0.8.16 の環境下で、やってました。ヒトカチヘア、また始めていきます。で、今回ね、いろいろアップデートが入っているんですけど、まあ、前回の概要欄に書いた罠の、ね、踏み方が踏み方が 1% に減ったとか、そういったところね、牛のお腹が空いたとかね、出るようになったとかね、そういうのも、今回からね、今回の録画から、実装されてます。で、他にもね、バグフィックスもかなりいっぱいあって、そう、実はね、ドアが建てられた時に部屋をロックする問題を修正しましたっていうのがあるんですけど、そう、一回ね、うちの子、ドアが、いつもは窓とね、間違えて閉じ込められてるんだけど、ドアを作ったのに閉じ込められてるのにしてたんでね。まあ、一回壊してドア建て直したら、普通にね、できる、出入り基本だったんで、まあまあ問題ではなかったんですけれど、そういったところをね、実感しつつ、さらにね、防衛砦のね、いろんなをね、思いついてしまって、あと、これだ。これね、使いたいなと思ってます。これを使って、で、ちょっと動物の小屋で、そう、動物ってやっぱりね、屋根のあるところで寝ようとするんだってね。から、そういったのも含めて、ちょっとね、ここを改良しちゃおうかな。で、改良するんだけども、でかくしようかなと思ってます。で、防衛。で、そうだね、防衛です。いろんなね、そう、過去の動画とかを見るのがね、一番、いいかなと思って。見つつね、防衛案をね、練ってたんだけど、ここで戦いたいなって言ってたと思うんですけど、今見たらここさ、結構戦いづらいね。なんでやっぱりね、第2プランで行こうと思ってます。第2プランっていうのはこの上で戦う。ここ屋根じゃなくて、床にして、2階建てにして、2階の上に屋根つけて。屋根あった方がね、可愛いんだけどね。まあ、2階でということで、上はね、血生臭い戦いの、場所にして、で、小屋のこの屋根ある部分は、壁でやっていこうかなと思ってます。とか、いろいろ、他にもね、ちょっと建てたいものとか、試したいものがあるので、そこらをね、試していけたらなと思っています。だから、この、今、秋4日、冬になる前ぐらいまでに、こっちの方にね、牧場は拡張していって、とか、を考えてたんだけど、戦う、どうすか。ここの弓打ちと、で、ここら辺でね、近接が戦う想定で、後ろに下げる予定だったんだけど、ここで戦うのはちょっとやりづらいなということであれば、ここの上で戦うんだったら、ちょっとここ広くしてっていう方向にしちゃおうかな。うん。ちょっとね、設計はね、いろいろ時間かけて考えたいと思います。この後ね、設計考えて、バーっとね、流したいと思います。ここ今ね、うさぎ、野良うさぎ死んだよーって出てない。お前、うさぎよし。うちのうさぎだろ。なんで？満腹でしょ？ちょっとね、ここ設計したけど、ロードして、状況を確かめてみたいと思います。なぜ死んだのか。寿命か？
ウサギってそんな寿命短いんかい？ね。で、ちょっとね、バグじゃないけど、バグかな。発生してますね。材料足りないって言われるなと思ったけど、わらしかなくて。でもね、ここにはね、木材もあるし、どう？枝もあるんだよね。で、あれかな、1点、ね、バージョンアップの、あれでちょっと読み込みがちゃんとできてないのかな。ここにもいっぱい食料あるんだけどね、藁だけしかないことになってるからね。ちょっとそこもね、ロードしたりして確かめたいと思います。はい、ロードしていろんなね、データを見てみました。オートセーブされてるやつとかね、オートセーブされてるやつ見たらね、全部ね、バーって表示されてたので、これをセーブしてロードすれば大丈夫だと思いますが、見てくれ。うちの、うさよしと、うさきち、何の差もないんだよね。若干、うさよしの方がお腹が空いているぐらいで、むしろ、羊たちの方が腹減ってる。ちゃんと食ってくれよ。ちゃんと食ってくれよ。いろいろ食料用意してるからな、うちは。ね。わら200。ペットフード44。実りに実って人参。うん。で、用意してるのって、大丈夫。これをセーブしてから、セーブしますね。で、ロードしたら、ムサヨシが死なないのか、その、オートセーブのさ、1日超えたところで。それとも、ウサギの寿命って実は短いよね。2歳ぐらいですよって、そんなバカな。ってことになるのかな。ウサヨシさ、いくつだ、お前。年齢1歳で。1歳成長完了したばっかりだよ。それで死ぬのはないだろう。1年で。まさかな。ということでね、今セーブしましたんで、これロードしてね、再開していきたいと思います。あ、ウサヨシ死んだし、これこのまんまですわ。なんでだろう。うん。なるほどね。読み込み直しでやっぱり来るかなと思って、読み込み直しで戻りましたね。うさいし、寿命だったということで諦めようか。ね。ただ、ロードして、そこの今の状態をね、もう一回やって、それでもダメだったら、うさいしは諦めよう。いたしかならし。ということです。すべての状態を良かったことにしましたね、今ね。研究開発もできるってよ。料理に行きたいんだね。あれ、これ商品加工って取ってなかったっけ、俺。取ったから棚がある。あ、解除されてたのっぽいね。あ、いろいろ解除されてたっぽいな、なんか。ね。じゃこれは、商品加工取ってたはずだから、うん。次通りでってことで、ここでちょっと怖いのもんでね。セーブしますね。セーブして、でこれオートセーブ入ります。うさよしどうなる？これもしかしたら外で寝てんのがダメなのかな？ね、うさよし。たま、寿命とかだと、この一日の、ね、切り替わりで起こるでしょうが。わお。ああ、オートロードをなくしてみたんだけど、やっぱり死んでしまう。なんでだろうね。ウサギの寿命1歳なんか本当なんかお前たち。というところも含めて、そう、
そうだ、繁殖のこともやろうと思っていて、で、繁殖の条件があって、まずこのエリアが狭いとダメ。で、ここはぎゅうぎゅう詰めだとダメ。で、かつ、このフィールド、野生動物も含めてフィールドの動物が限界だとダメ。ということで、ネズミがね、すごく繁殖しやすい。というのは、アップデートでどんどん繁殖しにくくなってても、それでも繁殖しやすいよということで、ほら、いっぱいでしょ。いるとね、うちの奴らがね、繁殖しづらいんじゃないかな、というのもあって、ネズミも飼ってみたかったんだけど、ネズミはね、犬とかと同じ種類だね。家畜にはならないペット。キツネもそうだね。なんだけど、ネズミはね、飼っちゃおうかなと。で、そうすることによって、絶対数を、ネズミ以外で、圧倒的に増え続けるネズミ以外でやりたいのと、で、ネズミをね、一掃した後、果たして動物は自然にどんどん増えるのか。まあもちろんその繁殖はするだろうけど、繁殖以外で、そっとランダムポップみたいな。昔はね、ランダムポップだったけど、今はほら繁殖ポップだし、羊とかもね、やってきたみたいなイベントで増えたので、まあ、それはね、速攻家畜になってくれたんだけど、ちょっとね、そこもそう、やろうと思っております。だからもう、ネズミは全部狩る。まあ、狩りしない縛りとかは、今回何もしていないし、そう、本当はじゃなくて、その地下室も、地下室はね、なくてもやっていけるよというのも見せたいから、いつも作ってないんだけど、そう、地下室便利すぎてね、昔はね、もうアリの巣みたいなところ住んでたりしてたんだけど、もあるんだけど、ここのに地下1階を作ろうかなと思ってます。冷蔵庫の地下1階。まあ、同じぐらい冷えるか、それ以上に冷えるよね、というのもあるから、地下だとね。もうここでね、十分冷えるんだけど、まあ、穴掘って、ちょっと冷蔵庫拡張するときにどうするかなっていうのも、悩んでいて、まあ、2階建てにするのもいいんだけど、まあ、地下でもいいかなっていうので、地下で、作っていこうかなと思ってます。だからそこら辺も含めて、今回ね、まあ、1階ではちょっと難しいかもしれないけど、いろんな機能の拡張をね、まあ、冬ってね、やること少なくなるよな、お前たち、そうだよな。ということで、ね、まあ、冬の外作業とかあんまさせたくないんだけどね、まあ、木とかもだから、冬の前に集めとくかい？で、戦いもあるでしょう。で、攻撃にも行きたいと思ってます。冬になる前に行きたいな。明日行くか。ああ、もうやることが多いね。っていうんで、水だけ残して、水をほら動物の、やる、の世話係だから、水だけ残して、他のみんなで行っちゃおうかな。でも3人しかいねえな。あんまりね、荷物持っていけないね。で、さっきのやつね、また作っちゃいますね。で、これね、こっち側を、そう、こっち側でね、寝れるようにして、で、こっち側に全部ね、畑っていうか、牧草地帯にしちゃおうかなっていう感じに。本当は半分半分ってまた考えてたんだけど、こっち半分、右半分、左半分って。でも、ここ、で、よくねえかい。で、つなげる。これが全部できたら、あそこの、これは撤去する。そう。っていう形で、やろうかな。で、ここはね、あ、またなくなってるね。まあ、この状態で整備してロードすれば全然大丈夫だろう。枝はいっぱいあるか、枝かな。うん。ここは枝で行きたいんだけど、そうだよね。だから。
じゃあさ、ここさ、こうだよね。いいね。おお、これいいね。なるほどね。で、扉の横にこれ、これ。ここもやっとく？一応。といったところで、ここの上で戦って、そうね、ここでね、俺が考えてる秘策が爆発するんだけど、穴が開いてんね、ここ少しね、石掘ってあんでね、でこの石とかは埋めつつちょっとね整備していこうかな。で罠がね 1% はかかるんだけど、そう、俺は入り口全部塞いで罠っていう風にはやらないから、まあ全然問題ないかなって。罠も少しずつねつけていこうかなと思っています。起きちゃう、どうすかね。じゃあ明日の朝一で出かけるか、地域。一番近い服体験じゃないところは、ここだよね。アバロ。他遠いよね、ちょっとね。ここの、ここ平地かな？ね。ここ平地っぽいな。平地だとあんまり変わんないんだよね、一度。ね。なんかできれば山岳とか行きたかったけど、あ、ここ地形。あんま仲良くない。でもここは平地だもんね。ちょっと近くに山岳があるようなさ、マップにしたらよかったね。まあ、初ということで。まあ、そこそこ長い、アブラオーの変換かな。行こうかな。ね。5時になってるし、僕じゃそう。やっぱ動物は連れてけない。ペットは連れてけんのかな。